プラインのランニングの話、パパパー力ダッシュでいこうぜ。どうも、ありがとうございます。刻んでいこうぜ。サッカー部と同じ練習の時絶対あの陸上部狙って蹴ってる。さあ、ということでさっきね、前の動画になってるかわかんないんですけども、こっちで短距離の対決、ちょっとねちゃんと負けちゃったんで、ここ2人の長距離対決イーブンにしてくださいよ。このままだとコンビ YouTuber ってなかなかいないじゃん、陸上。そうだね、2敗しちゃうとちょっともうやっていけないから。そうそうそう、まずい。なのでこっちでちょっと勝ちに行きたいなと思いまして、ガチンコで走るとちょっと負ける可能性があるんですよ。分がちょっと悪い、はいはい、なので今回は僕とヨシキの給水選手権よっ。どういうこと？どっちがうまく給水できるか以上。残ってる量が多い方が勝ちみたいな。残ってる量を入れて、でスピードも一緒にしないといけない。そのために今日ずっと一緒にいてくれてるクレイジーカルさん、お願いします。お願いします。カルです、クレイジー。さあ、ということで引っ張ってもらいます。どんくらいのペースで取りますか、キロさん。長距離の基本って言われる3分でいきましょう。基本なの。基本なの。キロ3分でどんだけ給水取れるか。なので構成を切るために全部同じペースで引っ張ってもらいます。なるほど。についていきながら取るってことね。そう、取る、はい、で測る、どっちが多いか。ただそれだけ。俺結構自信ある。技術もあるか。技術あるよ。カル君はたくさんフルマラソンで給水経験してるじゃないですか。コツとかあります？コツはちゃんと目がけて取る。適当にいてパーなんて出せたら絶対パーンって弾いちゃうんで、ちゃんとこれが俺の飲み物だって思って取る、うん、あとちゃんと上をピュッとね、優しくつまんであげて。それ俺も習ったわ、先生に。入れると、うん、出ないです。まあそうですね、あんまり言うとちょっと、まあ、まずはちょっとデモンストレーションで、ちょっと武田くんに撮ってもらおうかなと思って。あったー、武田くんのスピードでどんだけ残るのか見たくないです。それで難しさが伝わると思うんで、最速でいってよ。ほぼほぼでは、勝負の方に移りたいと思います。まずはデモ、罰ゲーム言わなくていいですか？あ、罰ゲーム、じゃあ罰ゲームはモノマネをやるの。まあ、こっちが振ったりしてんでしょ。振ったらそれをやるみたいな。あー、なるほど。無茶振りモノマネ、無茶振りモノマネ、はい、本当に嫌だ。僕もちょっとやりたくないんで。いや、モノマネ芸人だ。ダッシュで行こうぜ。お願いします。デモンストレーション、お願いします。さあ、武田くんのデモンストレーションです。もう早い。うわ、これやばい。どうなる、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 どうなる。では、測りにどうです？グラムが 41.2 グラムということです。ふざけてないですよ。100ミリちょいこぼしてますね。そうだね、110ぐらい。3分の2こぼしてます。ダッシュで行こうぜ。あ、もう行きまーす。いと思います今。いや、すごい、普通にすごいじゃないですか。すごい、でもっちゃすごい弾いてたんだ。マジで今上手かった。一旦撮ってもらっていい？その視聴者やっぱ 見たいからさ。あ、嘘、何が？一動画一。あ、ほんと、うん、どうもー。おはようございます。おはようございます。何これ、おはようございます。おはようございます。いや、今日初めて会ったんじゃないから。ずっと一緒だったから、今日一日。始めました。萩さん、なんかまたつぼみみたいですね。何？またつぼみ。またつぼみ。しかもお前今ハゲさんって言っただろ。ダッシュで行こうぜ。行きます。あいつ大丈夫か？離されてんじゃねえの、3分気温さん。あ、でも、マジで合わせてきた。あ、うん、ね、これ結構やばい。乗せてください。これさ、あれ？ダッシュで行こうぜ。さあ、ということで、2人の競技が終わりました。終わりました。給水大学、今の感想お願いします。やってみて。どうでしょう。めちゃめちゃ難しかったのと、俺が撮った時のみんなの反応で分かるのやめてほしい。あげるさん、どうでした？やってみて。じゃあ一回、あ、ニット。おはようございます。おはようございます。
ございます。おはようございますって何なの？これが初めましてのおはようございますの挨拶のことをやってるのか、それとも全然知らない人だと思って初めまして。なんだお前頼まれたくねえよな、もうやけどしそうで。まずまたつぼみなの。やめろって。変な、もう呼ばれるんだよお前ら、影響力あんだからさ。またつぼみのコメントめっちゃくるよ多分。最悪だ。いや、ということで、じゃあ結果発表したいと思います。給水対決、勝者またつぼみ。おーしー、ちょっと反応が難しかった、すいません。はい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 、 85g 残ってました。残ってましたね、はい、それに比べて、はい、よっしゃ 39.4g。 あの、武田くんに負けてます。いや、マジで無茶ぶり、モノマネ一発ギャグみたいな感じ。今はもう、よしきくん一人の絵の方がいいのかな。そうですね、はい、めっちゃダッシュで行こうぜ。じゃあまず一発目、フワちゃん。フワちゃん、ふわちゃーん。うわ、きつ。まじこれあと4回続くの。練習前の一発芸。じゃあ、あるあるいきます。いや、昨日の距離走で乳首擦れちゃった。これきつ、これやばくない？ TKD の、あの企画会議にて企画、こういうのどう？あ、僕何でもいいっすよ。あ、すいません、遅れました。あの、はい、すいません、あのスパイクのあのピンのところに肘詰まっちゃってて遅れました。水もおごんなきゃよかったわ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。